未来のアスリートを育てるレシピを紹介する未来レシピ今日のゲストは先週に引き続きボートの遠田高樹選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします海老先生、はい、先週はですねふわふわ五目かに玉で天津飯を作りましたけれども、はい、今週は何を教えていただけますか今週はですね大見野菜夏野菜が美味しくなってきました、はい、その夏野菜をたっぷり使った煮込みハンバーグを召し上がっていただきたいと思います かとしてはアスリートにどんな効果がありますか、はいはいすね、実は今回院生が作っているハンバーグの中には高野豆腐が入っています高野豆腐、はい、高野豆腐っていうとまあお豆腐をぎゅっと乾燥させたものなんですけども、はい、でそのことによってカルシウム、鉄、タンパク質この辺りもぎゅっと濃縮されてくるんですね、うん、で乾燥してますからそれを粉のようにしていろんな形で実はアレンジして使うことができます あのアスリートのレシピには結構使ってるものなんですねそうですかパン粉使わないってことですか、うん、そうですねへー、はい、つなぎとしても非常にいいですし身近な材料ですねそうなんです乾、ね、物なのであのできれば一回買われたらあの戸棚の奥にしまいすぎちゃうと忘れちゃうので忘れます <laughs> そうなんですね、だからいろんな形でこうアレンジして使い切っていただくためにも今日のやり方なんかも覚えていただくとお母様にもね見ていただくといいかなと思いますねはい 海さんの野菜も入ってるってことこですね,そうですねあの今スーパーに行かれても結構たくさん見かけられると思うんですけどズッキーニとかなす、うん、とかトマトとかあるいはじゃがいもとか、はい、たくさん近江野菜の夏野菜って作ってるんですよね<ー>、はい、だからそれをこうカラフルに夏らしく華やかに、はい、煮込みハンバーグにしていきたいと思います。それでは夏野菜たっぷり煮込みハンバーーグ調理スタート 今週もレシピを紹介してくれるのはレベ研究室の近藤千佳さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速ハンバーグを作っていきましょう、はい、まずは玉ねぎを粗みじん切りにしていきます玉ねぎ 50g ですそしてこの玉ねぎを電子レンジで2分加熱しますその間にボウルにビニール袋をはめ高野豆腐をおろし金で粉末にしていきます高野豆腐1枚です このビニール袋に豚ひき肉、加熱した玉ねぎ、牛乳、塩を入れてよく揉みます豚ひき肉 80g、牛乳大さじ1、塩が 1g ですビニール袋を使うと手も汚れないですし洗い物もめっちゃ楽ですよねそうですね揉み終わったらお皿に出して真ん中にくぼみをつけますそして乱切りにしたナスとジャガイモ、輪切りにしたズッキーニ ミニトマトを周りにのせます。ナス2分の1本、じゃがいも40グラム、ズッキーニ3分の1本、ミニトマト6個です。夏野菜が盛りだくさんで嬉しいですよね。彩りもありますよね。この上にコンソメ牛乳ケチャップウスターソース片栗粉を混ぜたものをかけます。コンソメ小さじ1、牛乳100ミリリットル、ケチャップ大さじ1。 ウスターソース、片栗粉、それぞれ小さじ1です。電子レンジで5分加熱します。電子レンジだけでできるなんてめっちゃ簡単ですね。加熱したら取り出して、くぼみに卵を割ります。そして黄身に数箇所穴を開け、再びレンジで2分加熱すれば完成です。それでは、どうぞ。召し上がれ。いただきます。<laughs> 夏野菜ってことなんで野菜もいただきますねえ野菜も好きですか野菜好きですね<あ>夏野菜だとナスビが好きです僕あ、そうなんですかナスビは入ってますよナス取りましたうんあ、ほんまやとトマトも <laughs> 熱くないかな夫婦してくださいねハンバーグ高野豆腐使ってるって聞いたんですけど、うん そんな感じが一切なく、とても美味しかったです。あ、そうですか。はい、お肉の量が割と少なめで、その分小屋豆腐が結構たっぷり入ってるんですよ。こう、うんうん、まあ、男子アスリートとして、物足りなさとかはなかったですか。いや、全く感じないです。え、え。あと、この夏野菜との相性はいかがですか。夏野菜とよくそのマッチしてて、美味しいです。 あの最後にですね、はい、まあこれからどん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 活躍されていくと思うんですけれども、今後のこう目標とかこういうふうになりたいなっていうのって教えていただけますか。今後ですか。うん、今後はやっぱり皆さんに応援してもらえる選手を目指して頑張りたいと思っています。最近の近いこう大会とかでこうしたいとかってありますか。はい、と近い大会でいうと7月16日に兵庫県で。 国体の近畿予選があってそこでしっかりと本選への出場枠を取って本選出場して国体でもいい結果を出したいです。